クジャクたちバグで死んでる。バグで死ぬって何？どんなバグだった？車乗ったら死んだ。ここ乗るときに死んじゃうんじゃない？なんだ違うじゃん。はい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単、 ARIKEN。 N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン。さあ残り人数7人、上りアンチなので、さあ弾を上げないといけない。さあシュンシャン、横の敵にしっかりと圧をかけながら前の方を取っているぞ。さあこれがローグラでの立ち回り。うわー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 。さあシュシャン、うわー、目の前の敵を全部倒して、さあ活気も入れて資材も取りたいが、アンチ移動を優先。横からサブマシンガン。さあ出てきたのは小金さん。さあブユさんがアンチの中に入っていく。さあ残り全部使って、さあ8-4と、さあチリチャグをもらっていく。さあまだ後ろにね、いっぱい結構アイテムあったので取りに行くのもありだが、8-4を振りかけながら、さあアンチの状況を見て、これはいいところ、ファイティを倒していく。さあカッキルを入れればいいが、一発、もう一発あって、さあ回復。さあブユさんが止まんねえ。さあ2位まで一気にいった、残り 2v1。 いや上手すぎブユさん。さあさすがに2対1ハイグラを取られてる状態。しかしこれは2キルと順位を上げた。クジャクたちバグで死んでる。バグで死ぬって何？どんなバグだった？車乗ったら死んだ。車乗ったら車乗ったら地面にめり込んだ。ちょっと巻き戻していい？ごめん。何？どういう、見たすぎるでしょ。見たすぎるんだけど、収めたいよね。そんなお前、車に乗ってバグで死ぬなんて、お前そんなことね、コーンさん。本当だよ、舐めてますよ、そんな。そうだよ、オートナイト様ですよ。ビッグよ。見たことないよ、そんなバグ。まさか。ありえないわけがない。車来たね。あ、車、いや、ちゃんと乗ってんじゃん。乗ってんじゃ ん。スナイパーで抜かれたんでしょ。嘘か。うんだよ、またお前らの嘘に騙されたよ、お前。そんなわけないじゃん。あれだろ、お前、スナイパーに、あ、確定ボックス。あ、ここ。あ、強っ。ムラポン、ムラポン、ムラポン強い。これは強いね。順風満帆やこれ。こっから移動かな、また。ここ乗るときに死んじゃうんじゃない？なんだ違うじゃん。あ、乗らな、あ。そんな、そんな落ち方ある。ぬるっていなくなったけど。かわいそう。ムラポン出た直後で行くかっつって、よしじゃあ、お、ムラポン出たし、アンチ行こうぜ、オッケー行こうっつって、2人目乗った瞬間にこれはかわいそうですね。賞金がかかってるんですよ。そうですね、早急な対策をお願いします。うわ、目の前、さあ誰だこれは。ちょっと見当たんない。小豊かなこれ。うわー、いいとこ。うわー、小豊か。あーさん、もうペポさんのこのしっかり取り切る意識、ね、素晴らしいね。さあコヨレイリーがダメージ出して、ペポじゃあペポが倒していく。さあ今のでジャンプパッドも手に入れたし、アンチ外見えてんだよペポ。これがうめんだこいつ。さあペポルリが生き残ってるぞ。さあこのね、デコボココンビルリがしっかりして、ペポがね、わちゃわちゃするっていう。さあクローザーたちが現在5キル。さあいいポイントを稼いでる。さあ他に誰が生きている？さあジェンも生きてるぞ。あ、ジェンさんいるね。さあ一人で残ってますね、 A2 ジェン。うわうわうまい、うますぎ。さあサブマシンガンが強すぎる。さあここは相手も、さあ山が敵を取りに来た。さあ残り次第49枚。うん、さあできるだけ順位を稼ぎたい山。やばいこれ。さあ上からの圧を耐えながら、さあアストロトライフルを捨てて、目の前登ってきたのサブマシンガン対決はお互い外さない。うわうわうわ、サブまでしかいない。サブまでさあ一気にボコボコにされていく。さあ甘いがいるぞ。さあ目の前、さあクローザーがさあ通りに来ている。勝つのやばくない？さあハイグラバトル、サブマシンガンとショットガンを使いながら、さあバトっている。さあ一人倒して、ね、ここはカウンターショット。回復カード弾持ってる、えらい。さあ残り17パーティー。さあクローザーさん暴れとるー。上誰これ、ヤマリルが組んでるな。ヤマリルだ。いやサブマシンガンでめっちゃ撃ってるやついるな。どれだ。さあ現在1位のこのチーム、うわ、さあ1人倒して、うまい。
っかり壁張って、さあ上に持っていきたいが、ここは横開けている。さあ活気キル入れる、ここ入るな本当。さあサブマシンガン、このワンマガでさ鉄と石壊せるのやばくない？マジ昔のサブマシンガンなんてさ鉄なんて壊れなかったのね、撃っても2マガ3マガ必要だって、ね、あここいい。さあ目の前一発当てている。あちょっと回収したね。さあ真上にいるぞ。いや貫通ダメージ、えあーえぐい、やばうまっ。あ、でも逆にサンマシンガンかっきり入れて、この環境最強かもしれないね、お二人ね。サンマの使い方上手。うわうまい。いやでもこれ上トリック、トリックのこれやばいやば。あ、でもいや無理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 だと判断して下に降りる。残り39ダメージ、上がれてない。黒田さんが危ない。残り6。おぉ、いや合流回復して回復、ミニポまで飲めればでかい。さあもう全部使い切るんだな。そうね。さあフル HP、 時間が惜しかったね。後ろ見えてない。横からショットガード、サーマシンガンショットガード。さあエディットが早い。さあミニポーまだある。さあ周りに敵いないことを確認しながら落ち着いてミニポー接種。さあできるだけ順位を上げたい。さあ目の前、うわジョーザーをサブマシンガンで撃破。さあショットガンを強いのに変えて、さあ資材は少しは復活している。やばアルベドにカウンター。ここはアルベドさん落とされてしまった。さあ上に登って、いや上にいるのはヤマリル。ヤマリルやばい。さあだけどサブマシンガンでワンチャン作ったが、ここはヤマリル撃破していく。さあこれはジャンパッドを使おうとしている。さあ目の前使った人がいるが、これは便乗ジャンパッドじゃない。さあリルウィップのアイスクリーム屋さん、さあ私の故郷が目の前で、こっからハイグラを取ってやろうという場所ですね。これはマーフィンいいとこにいますよ。さあここは次のアンチも見て、もう1枚ジャンパーを切ってもいいというところ。残り24パーティー43。さあもう一度飛んで、さあハイグラいけちゃったー、ハイグラいけちゃったー、立ち回りが完璧すぎる。さあハイグラ取ったのであとは簡単です。残り資材、2人合わせて250ぐらいかな、いや450ぐらいかな。この資材を全部使いながらハイグラキープして上から打つ簡単なお仕事。さあもう一度誰かがジャンパッドを使っているが、ここは登られないようにマウフィンのゴッドエイム。さあ雪エイムが見れますよ皆さん。さあマウフィンたち資材も余裕ですね。これは多分ボブ君が全然まだ資材使ってないので、さあマウフィンが上から、まあここからキルいっぱい取りたいですね。あいやまあこれは絶対に勝ったと思うよ。なんか今やっとハイグラが強いフォートナイトらしい。なんかいいね、昔に戻った気分で。さあ上からアサルトライフルを、さあさあアホみたいに撃っていきますよ。さあ A2、 あーこれはもうこのアサルトライフルも強いですからね。結局のところ結局のところのこのアサルトライフルもね、 ADS してヘッドショット当てたら36というバケモン武器、しかも当てやすいときたもんだ。まあマーフィンにはもってこいの武器なんじゃないのかな。さあハイグラを一生撃っていく。さあ下の人間たちももうそろそろ資材がなくなってくるぞ。ハイグラ強え。さあ弾は残り155発、いくらでも撃つ。まるでアサルトライフルのバーゲンセールです。さあ飛んでいる人間も全員落としていきます。残り4パーティー8人。これはこれは勝ったな、さすがに、さすがに勝ったな。さあ下でやり合っていますが、これはまあもう上が無視されてるのでね。さあこれはマフィンキルは取れるでしょう。そう取れなかった。さあ目の前もう一度くっつけて、さあ残り2パーティー、さあ 2v2。 さあ残ったのが、さあ誰だ、ルイとマイが、さあ生き残っている。つえ。さあ回復勝負をできるようにして、まあ、多分これはスナイパーで逃げながらどっかで回復勝負するって感じかな。あほんまに最終アンチ長いな、回復勝負ほんまになくなるんやな、これめっちゃ長い。見てみんな、まだ締まりきってないで、めっちゃ長いね。これハイグラ強えわ、だって下次第なくなったら終わりやもんな。さあこれはマウフィンたちさすがに勝つでしょう。ハイグラから
さあボブが降りていきました。さあボブが降りて、さあ倒しに行きます。さあ回復勝負はさせません。さあダメージ削って、さあこれ相手に回復取られないように。さあマウフィンもまだ暗潮の中に入っている。さあルイダオはちょっと少ないんじゃないのかな。あー確かにこれ回復勝負、そうね、先に出れないんだ。さあこれマウフィン、さあ8-4ゲットして、さあまだまだ回復はできる。これいいところに置いてあったな。さあ回復勝負やりにくくなったと言ってましたが、全然できます。まあでもこれはハイグラが強えな。さあセッションランク8万円を手にしたのは、さあそうですね、ウィッキーシート買っていきましたね。クローザーさんが267ポイント。まあでも多分こっからまだあんまり調子出てないチームが多いからね、僕は多分またどんどん出てくると思うんで、まあまだまだ強さの指標にはなるけど、まあまだ80ポイント差で勝利だね。じゃあ今日のキャッシュカップこれで終わりにしたいと思います。はい、まあまた来週もあるらしいんで、まあ俺言うてフォートナイトやることないんで多分見ると思います。来週もまた来週お会いしましょう。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。